ビーナスシリーズ第23戦北九州下関フェニックス杯選手入場です。さあまずはトップバッターから、徳島支部より井上春日。おはようございます、最後まで一走一生懸命走るので応援よろしくお願いします。頑張っていただきましょう。さあ続いて香川支部からは大広咲。おはようございます。名前覚えてもらえるように頑張ります。応援よろしくお願いします。名前覚えて帰ってください。続いても香川支部から門田しおり。おはようございます。一生懸命走ります。お願いします。走っちゃってください。頑張ってください。続いて地元山口支部から寺田くん。おはようございます。一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。しっかりとタオルも応援受けております。続いては長崎支部から北村ねね。5195の北村ねねです。いっそいっそ一生懸命走ります。応援お願いします。しっかり頑張っていただきましょう。埼玉支部から宮崎アンナ。おはようございます。徳山初めてです。全力で頑張ります。よろしくお願いします。下関やで。下関やで。さあういういし頑張っていただきましょう。続いて地元山口支部より藤本さやか。おはようございます。クーより一生懸命頑張ります。応援お願いします。クーちゃんより一生懸命頑張ってください。続いては福岡支部より森田理子。おはようございます。最後まで一生懸命走ります。応援お願いします。頑張っていただきましょう。続いて東京支部より佐藤穂乃香。おはようございます。侍ジャパンに負けないように頑張ります。侍ジャパン頑張って。ヌートバー頑張って。地元山口支部より野田彩香。おはようございます。地元水面でいい結果が出せるように頑張ります。応援よろしくお願いします。この後選手代表挨拶もございます。続いても山口支部より福山恵里奈。おはようございます。一生懸命走ります。応援してください。地元です。頑張ってください。佐賀支部より野田なずき。おはようございます。不甲斐ないレースが続いているんですけど、最後まで一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。頑張って故障引いちゃってください。大阪支部より高畑四季。おはようございます。季節感頑張ります。応援よろしくお願いします。頑張って引いちゃいましょう。サッカー少女。さあ行きましょう。群馬支部から山崎小羽。おはようございます。季節感一生懸命頑張ります。応援お願いします。マイクちょっと高かったね。続いては徳島支部より西岡なるみ。おはようございます。WBC もいいですけど、1週間ボートレース下関楽しんでください。頑張ります。ボートレースも負けません。ありがとうございます。埼玉支部から平川香織。おはようございます。冷静にレースできるように頑張ります。応援してください。冷静に噛みました。ありがとうございます。静岡支部から柴田桃江。おはようございます。いそいそいいレースができるように頑張ります。同期で一生懸命頑張ります。同期で頑張っちゃってください。東京支部から中村かなえ。おは
はようございます。いつも横断幕もありがとうございます。今日1レースから頑張ります。同期の桃江と頑張ります。よろしくお願いします。1レースから頑張っちゃってください。福井支部から西橋奈美。こんにちは、今節も元気いっぱいの走り見せます。よろしくお願いします。元気いっぱい故障を引いてます。佐賀支部から大橋ルリカ。おはようございます。奈美ちゃんと、うるさい同期2人と頑張ります。応援してください。しっかりと同期2人で頑張ってください。大阪支部から関野彩。おはようございます。下関大好きです。同期と頑張ります。よろしくお願いします。頑張って頑張って故障引きますね。みんな長崎支部から中北亮。こんにちは、下関久しぶりに来ました。同期と奈美ちゃんとみんなで頑張ります。引いちゃってください。ありがとうございます。東京支部から寺島美里。こんにちは。生まれ故郷福島を胸に、頑張って気持ちを込めて走ります。よろしくお願いします。頑張って胸込めて頑張ってください。群馬支部から深尾智恵。おはようございます。頑張ります。そっちじゃないよ、そっちだよ。東京支部から倉持リリー。おはようございます。最終日まで頑張ります。よろしくお願いします。頑張っちゃってください。香川支部からは中村桃香。こんにちは。最終日まで一生懸命走ります。頑張ってください。控えめですけど頑張っていただきたいと思います。埼玉支部から大豆宇田葵。こんにちは。最後まで諦めないレースで一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。頑張ってください。優等生です。徳島支部から赤井睦美。こんにちは、ナイターになって下関初めてです。コツコツ頑張ります。コツコツと頑張ってください。サムライベース。徳島支部から北津アンナ。おはようございます。下関久しぶりですが頑張ります。応援してください。髪伸びましたね。伸びてますね。東京支部から後藤美久。こんにちは。下関久しぶりですけど頑張ります。応援よろしくお願いします。頑張っちゃってください。静岡支部からは山下祐希。こんにちは。精一杯走ります。応援お願いします。頑張っていただきましょう。香川支部から平高奈々。おはようございます。気合入れて走ります。応援よろしくお願いします。気合入れて走ってください。ドリームインタビューもお願いします。地元山口支部より津田博恵。おはようございます。頑張ります。頑張ってください。地元です。岡山支部から若狭奈美子。こんにちは。最後まで諦めません。応援よろしくお願いします。最後まで気合で頑張ってください。香川支部から西村美智子。おはようございます。一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。頑張っていただきましょう。パワフルにお願いします。三重支部から加藤彩。おはようご
ございます。18日の最終日に動物愛護のチャリティーイベントがあります。あと坂上家のイベントもあるので、ぜひ最終日本庄に遊びに来てください。私も盛り上げれるように頑張ります。坂上家来ますからね、古山さんと来ますから、桑原がお願いしますよ。さあ続いていきましょう。大阪支部より落合直子。こんにちは。最近調子悪いですけど、最後まで一生懸命走ります。お願いします。調子を取り戻してください。頑張ってください。ありがとうございます。続いて東京支部から平田さやか。おはようございます。何着になっても納得してもらえるような走りができるように集中して頑張ります。応援お願いします。集中して頑張ってください。地元山口支部から佐々木ひろみ。おはようございます。地元なので一生懸命頑張ります。18日のイベントお友達を誘ってきてください。ぜひ来てください。よろしくお願いします。地元山口支部より片岡恵里。おはようございます。地元です。頑張ります。地元です。頑張ってください。岡山支部から堀之内清子。こんにちは。チルトサンドの人です。一生懸命仕上げます。サンドで頑張ってください。伸ばしてください。長崎支部から池田志乃。おはようございます。頑張ります。頑張っていただきましょう。やっぱ阪神ファンですからユニフォームが似合ってますね。埼玉支部から足立美穂。おはようございます。最近かなり迷宮入りしてますが、精一杯頑張りたいと思います。本庄に来てぜひ応援してください。よろしくお願いします。最後まで頑張っていただきましょう。本庄にぜひ応援を。東京支部から茅場優子。こんにちは。下関久しぶりです。最後まで一生懸命走ります。頑張ってください。そしてラストは徳島支部から岸恵子。こんにちは。いつの間にかこの節の一番上の古株になりました。最終日まで頑張ります。お願いします。頑張ってください。ベテランの味です。以上ビーナスシリーズ第23戦北九州下関フェニックス杯に出場する45名の選手紹介でした。